どうもロコです。それではキングダムハーツ2、今回ビーストキャッスルということでやっていきましょう。どうした？今あっちの階段の上に女の人がいたような気がするんだけど、あ、このお城にビーストがいるってことはその女の人ってベルじゃないかな。うん、そうかもな。ベルならビースト何があったのか知ってるかも。うん、ベルを探そう。じゃあ早速ね、このまま上に行ってベルに会いに行くと。まあ当然敵が出てくるんで、まあこの辺をがっつりねカットしつつレベルちょっと上げたいんで。ビースは西の塔だと思うけど、さっき話してないのよ。何があった？あら、それで来てくれたんじゃなかったの？うん。でもせっかくだしね。ビーストの様子が変なの。その原因を知っていそうな人たちが地下牢に閉じ込められているのよ。だから助けてあげたいんだけど。誰が誰を閉じ込めたって？ビーストがお城の人たちを。どうして？それがこの事件の謎。で、地下牢はどこ？西のホールに地下倉庫の入り口があるらしいの。牢屋はその先ね、と。じゃあとりあえずね、この辺も移動しましょうか。会話だけ聞いてみようか。何かあったっけ？あ、特にないね。それで、これで地図だったかな。はい。とりあえず西の塔に到着しましたね。結構ね、確か会話が多かったような気がするんですよね。この辺りから地下へ行けるはずなんだけど、で、こっちかな。あ、先に宝箱行こう。おい、どかす。お、見つけたぞ。ちょっと何するの。炭素を浮かそう。これ起こしちゃいけないんですね。起きちゃったけど。まあこれはこれでいいんですよね。お気に入りの場所だったのに。あんたたちは？え、ああそう、ベルに頼まれて地下牢へ行こうと。おや、まあ仲間たちを助けてくれるのかい？これは驚かせて悪かったね。私はね、元は人間だったのさ。今は魔女の呪いでこんな姿だけどね。王子がビーストに変身させられた時、一緒に炭素にされちゃったのさ。王子がビーストに。ビーストは王子様ってこと？そう、甘やかされて育った。心の冷たい王子だったけどね。魔女の呪いって何？あれは寒い夜のこと。
やっぱりやめておくわ。それよりも早く仲間を助けたくて、詳しい話なら彼らから聞けるから。そんな、だって地下はとっても寒いの。時計には辛い場所よ。時計行けばわかるよ。よし、行こうということで、じゃあどんどんね移動していきましょう。あ、宝箱、取っとこう。この奥かな。じゃあボス戦というか、まあ中ボス戦みたいなもんかな。で結構ね、危ない。早速だったな。こういう感じで、まあ当然壁にいるんで、まあ基本近づかなきゃ大丈夫ですよと。であとこうやってね、雑魚が湧くんで、で先にこの横から倒しちゃった方がいいかなと思います。まあ的はね小さい方が説明で見てなかった、諦めなかった。で、あ、いい機会なんで、こういった形で死んだ時で時々救済してくれるシステムがあるんですね。これキングダムハーツ特有ですよね。やばい。でミッキーに関してはとりあえず本当に強いんで、本当丸連打するみたいな。で D チャージがねできるか。お、できるね。見せられそうで、こう連打していきますと、どん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 いいね。ドライブゲージが今右下溜まっていてると思うんですけど、でこれで空が復活しますと。これはねいつもじゃないんですよね、時々だったはず。ごめんなさい、これに関してあんまりシステム覚えてないな。おで意外とダメージでかいな、ちゃんと見てなかったね。で今こうやっていっぱい雑魚的にできたんですけど、こっちは逆に残しとくっていうのも手です。今一瞬ねこいつに対して三角が出るんですけど、ねちょっとお見せしたいんですが、うまくいくかな。あ、こうやってね今あの三角すとこうやってこれでね一気に殴れるんですよ。お、今うまくいったね。でそう、今のがいって、今みたいな感じで雑魚をあえて残しておくことによって雑魚に対してこの特殊のバットバレットが出るんで、それを狙うのが正直強い。一気にゴリッと減るんで、一回だけお見せできましたね。であとはね、お、タイミングさえ分かれば貯めるんで、こうやってガードができるんでね。お、来た来た。で、こういう感じで。で、HP 減らしたときにリジェクト出るんで、これで倒しましたね。いたいた。こいつこいつ。これが。あとはもう殴るだけです。あ、もうちょっと。こういう感じでね、もう説明終わりましたんで。はい。まあこんな感じですね。
この扉の先が地下牢かな。お知らせの人たちを早く助けてあげようよ。うん、こう。誰もいないな。せっかく助けに来たのに。何、助けですと。わからんぞ、敵かもしれん。悪い人たちには見えないけどね。僕たちは敵じゃないですよ。うん、ベルに頼まれてきたんだ。うわぁ、俺はソラ、ドナルドとグーフィやめてくれよ。無事みたいだな。それはもうおかげさまで。みんなも魔女に姿を変えられたの？なんだ魔女？そうそう、みんな魔女の呪いだ。あれは何年前だったか。とても寒い晩だったわね。この城におばあさんがやってきて、一晩泊めてくださいと言ったの。しかし我らのご主人様である王子は、こら、殺してくれ。おほん。王子は頼みを断った。何しろばあさんがあまりにもみすぼらしかったから。ひどいな。はい、王子はわがままで思いやりを知らなくて、何と言いましょうか、冷たい心しか。ルミエル、おばあさんは人を見かけて判断してはいけないと忠告したのよ。でもけれども王子はやっぱり断ってしまったの。するとおばあさんは美しい魔女に姿を変えた。それが本当の姿だったというわけだ。魔女は冷たい心にふさわしいからと王子を恐ろしいビーストに変えてしまい、王子を甘やかして育てた我々も惚れこの通り。なんていうか、僕たちにできることはあるかな。魔女を倒せばいい。とんでもない。元に戻る方法は分かっているのですが、何しろご主人様があんな状態では様子が変だったな。もう誰も信じないという感じなんですよ。ハートレスとやらにされてしまったのかも。ハートレスが関係してるなら俺たちの出番だ。ビーストに会ってみよう。ありがたい。ではこちらへ抜け道がありますので、でちょっと一回ね、これ地図だったかな。地下の地図。AP アップ、いいね。でちょっと一回セーブします。はい、お客様お通ししなさい。これで塞がっていた道が行けるようになるわけですね。さあどうぞ。よし、さっさとここを抜けちゃおうと行きたいところなのですが、この抜け道の先では仕掛けがされた隠し扉がありまして、その仕掛けってこれです。ランタンが下がってきた。はい、この抜け道にあるすべてのランタンに火を灯せば隠し扉を開くことができるのですが、見ての通りランタンには呪いの火がついて取り付いてしまっているの。これを消さないと私はランタンに火を灯せないのです。水をかけて消せないかな。私が水をかけるだけではダメなの。きっと光の力が加われば。じゃあさ、キーブレードで試してみる。素晴らしい。呪いの火を消すにはランタンに近づき、リアクションコマンド水をかけるを実行します。ランタンはあと3つであるわと。と言いたいところなのですが、あのハンドルにぶら下がっていられるはずがありません。彼が疲れてハンドルが落ちたら、火が灯ってないランタンはまた天井まで上がってしまいます。そんな時はコグスワースを解放してあげてくださいねと。癒すで体力回復します。よし、やってみるか。ということで、まあちょっと半分ミニゲームみたいなね、
聞こえて、うん、まあ、サクッといきましょう。はい、これがね意外とめんどくさいんですよね。行くわよ。あくまで来ないとダメなんでね。まあこんな感じでじゃあ各種やっちゃいましょう。行くわよ。よし完了。これで終わり。これで隠し扉が開くはずです。でも隠し扉なんてどこにもないよ。ご心配には及びませんぞと。あそこの出っ張ったブロックを押してみてください。わかりやすい。わかった。では私は久しぶりに城内に見回りに行ってきます。私も失礼しますよ。ハートレスに気をつけろよ。ご主人様のお部屋はこの先にある西の塔の突き当たりになりますと。私は一足先に行ってお待ちしております。はい、じゃあちょっとアイテム探索だけしよう。さて次はベルだな。あの女はお前から全てを奪うつもりだぞ。お前の城、宝物、最後は命。誰も信用するな。そして怒れ。怒りだけがお前を強くするのだ。強さはもういらない。私が欲しいのは、ふん、真実の愛か。誰がお前のような野獣を愛するというのだ。ほら、ベルの仲間だ。やあ、王子様。うわ、ご主人様。はい、じゃあそれじゃあビースト戦ですね。基本的に動き自体はのっそりしてるんでそんなに怖くはないんですね。ただ問題はね、いまだに我々がこうドッジロールがないんでそこは非常に厄介 で動きを止める手段があって、あの時計がいるとき、近くにいるときに動きを止められる手段があるんですね。それで基本動きを止めるのがこれ、今近づいたことによってでワンコンボ当てる、で下がる、でよし、あいた、あれ、よし、危ねえ。はい、で、また、お、これで、OK。 お、もう一回いける、いいね、はまった。こうやって壁に、ワンコンボ入れて、で、三角、もう、これで OK。で、チャージ、おらららららららっと、お、いった。ってやればね、うまくいけばノーダメージで倒せると。コグスワース、一体何があったんだ。はい、ご主人様、その…お城の人たちをサロイとしおびた。私が？は、はい。黒い服の男と話してたよな、誰？ザルディン、そうだ、ザルディン。闇から現れたあいつは私の怒りに火をつけた。私の絶望や悲しみ、苦しみが全て怒りとなって燃え出したんだ。そして私は長らく正気を失いかけていた。なるほど、だからみんなを地下牢に閉じ込めたんだね。自分がみんなを傷つけないようにだよね。みんなを
傷つけないため。本当は優しいんだ。そうですよ、ご主人様は以前に比べて随分変わりました。ベルは前からその優しさに気づいていたのに、ご主人様が。ベル、私はベルにひどいことをしたのではないだろうか。何も言ってなかったけど。人には言えないようなことを。私はこのように物事を悪い方へ悪い方へと。っていうか、会って話そうよ。だが。なんだよ、もう一緒に行こうって。はい。じゃあビーストメンバーにて不思議な光を放つバラだ。燃え上がるかけら。西のホールに置かれた鎧も道を開けていることでしょう。どうか早くベルに会いに行ってあげてください。若干セーブして、ということで、じゃあ残り、ビーストキャッスル後半戦ということで、じゃあ続きまた次回ね、よろしくお願いいたします。失礼いたします。